おやっとさー、KTS 気象予報士の中又美咲です今日で6月も半分が過ぎました、早かねーそんな今日、県本では朝から雲が多いですがよ今夜遅くから明日の朝にかけては一部で激しい雨が降りそうですところで天気予報で雨が予想される場合ぐずついた天気っていう時があらせんけここでクイズです気象庁の予報の中でぐずついた天気 というう表現が使われるののはどげんな天気の時でしょうか1黒い雲が空を覆って1ミリ以上の雨が降ると予想されている時2曇りや雨の天気が23日以上続くと予想されている時3降水確率が50%を超えるのが連続して予想されている時答えは2番です。 曇りや雨が2、3日以上続く場合に使います九州南部は向こう1週間雨や曇りの天気が続きそうですから梅雨時期らしいぐずついた天気になりそうですよ明日の天気は薩摩大隅はお昼過ぎまで雨で朝までは雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります種役は1日を通して雨が降ったり止んだり 奄美は朝から雨で、夕方以降は曇り空になってきそうです。各地で蒸し暑さは続くでしょう。この後、桜島が噴火した場合は、今夜遅くは河口から北側、愛らしいカジキ方向です。明日の朝は河口から東側で鹿屋市紀北方向となっています。雨と灰が混じった、灰雨になりそうです。鹿児島県内は、今、実際がわっせ綺麗に咲いてるんですよ。 梅雨の晴れ間を見つけてぜひ見に行ってみてくんやんせほんだらね